はい、えー、ナスとピーマンの補助に着きました。あ、あと一部オクラもあります。はい、こちらがマリーゴールド、フレンチとアフリカンですね。手前に映っているのは後から巻いた4月の上旬に巻いたマリーゴールドです。これも早く巻いたのと遅く巻いたので、えー、どれだけ差が出るかということで、あえてずらしておきました。 そして、えー、こちらですね、今ちょうど植えようと思ってまあ、これ全部植えてしまうんですけれども、はい、この今花を咲かせているのがちょっと窒素分がですね切れておりますので花を咲かせているんですねですがこれはもう定食すればかなり大きくなります、えー、手前がフレンチマリーゴールドでこちらがアフリカンですねじゃあこちらを使って定食していきましょうかなり大きいですね。 冷食する前はやっぱ水をですねたっぷりと与えていきましょう、はい、こちらが、はい、ナスの補助で、えー、ど真ん中、ねえー、ナスがあって、えー、こちらがピーマンですちょうどピーマンとナスの境目の畝ほ補助全体の中央に1本、えー、これはチョコマルチを貼っておきましたシルバータイプのマルチですね ナスを定食した時に貼ったので、ちょっと雑草が入っていますね。そしてこの定食するときなんですけれども、まずは、えー、この間柵ですね。間に柵付けをしていくやり方として、今これ一錠やりました、えー。これからやるんですね。で、もう一つが間に、株と株の間に入れる株間に定食をしていく混植というやり方でやっていきます。 まずはこちらの観察なんですけれども、まあ、マルチのところにです、ね、適当に穴を開けていただいてこのまま苗を引き抜きます、はい、すごいですねやっぱり根っこがマリーゴールドはすごいですね他の作物に比べると桁外れですね、はいまあ、とても丈夫なのでそれほど、まあ、肥料とかもですね、えー、殺虫剤殺菌剤などもそれほど気にせずに 栽培がでできる、うん、やさあの花ですねで結構切り花とかでも綺麗ですね、はい、まず1丁目植えましたでこの株間ですねここの株間は2 5ンチから3 0ンチと、えー、言われていますね、まあ、大体3 0ンチぐらいで定食していきましょう指でもうパッと穴開けちゃいますんでこう手袋ビニールの手袋していただければ簡単にこのように穴開けられますね そこへこれを引き抜いてそのまま落とし込むで指で少しこのマルチの隙間が開かないようにま、ね、っすぐに植えていきますはいこんな感じですねまあ大体3 0ンチぐらいで、ね、定食していきますでずーっとこれマリーゴールドを定食同じものでやるのではなくて えー、今年はどうしようかちょっと今迷っているんですけども2種類をしたんですね主にこのマリーゴールドに期待したいのは、えーまあね、この線虫を、まあ、防除するというのはここは作物が、えー、ありませんのでここでは猫部線虫を期待するわけではありませんここに真っ、ま、黄色に咲かせる花を、まあ、いずれ背丈ぐらいまでオフレンチはなりますし えー、ア,フリあアフリカンですねでフレンチの方は膝ぐらいの高さなんですがかなりボリュームがありますで真っ黄色に花を中央に咲かせることによって駅、えー、中をまず呼び寄せる、えー、ですね、えー、それがアブラムシです、えー、アブラムシを食べてくれるテントウムシを呼びますこの花を好んでこれ集まってくるんですねテントウムシが でそのテントウムシというものがどん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 他からえよその畑や茂みから自然界に生息する暖かくなっていることがだいぶ集まってくるんですけれども一度ここに集まりますねそうすると隣に作付けをしているピーマンとナスに付着したえ飛来したアブラムシなどが増えてきますね栽培をしているとでそのアブラムシを、えー、テントウムシは食べるんですね捕食する ことをしますので、液中となります。で、そのように形で、えー、コンパニオンプランツですね。まず液中を呼び寄せる、えー、狙いを期待するということ。そしてもう一つが、まだ今ちょっとちっちゃいんですが、この葉っぱがもうちょっと大きくなってくると、これ匂いが強くなります。で、花にもすごい匂いが、あのー、今咲いているんですけども、 こうやっ,て折っただけでこすごいマリーゴールドって匂いが強いですよねでその匂いによって害虫が嫌がるで気避効果も期待しますそして最終的にまあここはですね畝がないので最終的あれなんですが、えーまあ、別の畝でご紹介しましょうかとりあえずこんな感じで3 0チ下株までフレンチを 定食していきますで、途中後半からアフリカンをやっていきますで、どれだけ差が出るかということでまず試験ですねそして、えー、今度は観測が終わりましたので次はこちらに混色ということをですねしていきますまあ、これもほんの全てにですねこの間に一本一本の間に入れていくということはですね これ、えー、マリーゴールド自体が3000本必要になってきますのでちょっと今年はこの一部を使ってやってみたいと思います、えー、それはうねのまず肩、えー、最初スタート地点ですね畝が何本か、えー、あるわけなんですがその畝のスタート地点に、えー、定食をしていきますということでマルチのちょっと外ですねいずれこれトンネル外すんですがここへ少し穴を掘って こここに定食ですねこれが、まあ、一応、えー、株間に植えるということで混色でこれで、えー、匂いやっぱり匂いがここで直接出ますのでここでも油虫ラ、えー、など、まあ、害虫ですねの起飛効果そして混色をすることによってこのマリーゴールドが成長してくるとこれが根っこがぐーっとナスの根っこと絡んできます これで線虫の、えー、対策ですね。で、効果を狙うということです。まあ、混色で、えー、増えたというものは、えー、先中に対してに、どれだけ効果があるかということで、まあ、ここのほんの一株でしか、えー、効果、あのー、期待はできないんですけれども、まあ、こんな感じで、全体的に植えていけば数もまとまりますので、えー、結構期待をですね、今、しております。 あと、ところどころにちょこっと植えていこうかなとも思っております。まあ、苗が余ったらですね。で、あとは、ここの補助なんですけれども、私は、ここまで全部ネットが張ってあるところですね。畑です。ですが、ここは収穫をするために、軽トラックを、こう、車を止めるスペースを作っておかなくてはいけないんですね。で、このような補助の 外周にも、所々やることによって、えー、また、液、えー、中であるテント灯虫などを呼び寄せる、えー、ということですね。えー、観測もしますし、ここにも混食も、えー、しますし、外周の周りにも定食をして、外周ではバンカープランツですね。おとりですね。あちらの方に、マリーゴールドは、外周はあまり寄ってこないとは言われていますが、肌にはつきますね。あのー、雨が降らなくてで高温時期。 えー、特に、まあ、お盆前後になってくるとかなり気温も高くなって雨が少なくなってくる。そうすると肌荷が発生します。で、このナスを狙って茶のホコリダニなどが飛んでくるんですけれども、えー、それをまず外周に植えることによって、外から来る、えー、ものですね。うん、外で防除をするということですね。おとりということです。どれだけ外周に植えたマリーゴールドに 肌だにが付着しているかという実験ですね。で、ただそのまま付着しただけで、えー、ですとこれが逆に逆効果、肌だにを呼び寄せるだけになってしまうことがありますので、ここへびっしりとついた時に、ダニ剤をですね、粘着訓なんですけれども、これ薬剤というのでなくて、え糊、ー、ですね、ベタベタとしたものを噴霧してで、そこで動けなくさせてあげるという形ですね。 あれに似てますね。えー、粘着シートですね。前回キュウリハウスでもご紹介したと、トマトハウスでしたがね。あれでもご紹介したと思うんですが、粘着シートのような役割で、で最終的に糊は付いてませんので、人工的に噴霧、り剤をこう、粘着くんをスプレーしてあげる。ということですね。いろいろとやり方を。何が正しいかとかで,ですね。わかりませんので、まあいろいろとやり方が、 栽培の仕方、コンパニオンプランツとして、えー、代表的なのがまず、このマリーゴールド。で、後日他の畝で、えー、用意してあるのが、ちょっとお見せしましょうか。先ほどの、えー、前回の、えー、動画の最初にご紹介をしたバジルですね。バジルをこちらのマルチに定食したいと思います。で、バジルはずっと栽培していくんですけども、暑い時期に え栽培をしていきますので今回は、これは白のコカゲマルチというものを使っております。ここへバジルをずらっとですね、やることによって、またバジルはバジルなりに呼び寄せる液虫もいます。で、匂いもかなり強いので、バジルをオクラのそばに植え付けることによって、オクラが元気に育つということですね、病害虫が減るという効果も試験したいと思います。 その後野菜の成長はい、こちらピーマンですねはい、脇芽も描きましたので大きくなってますそしてまだまだちょっと他の補助のですねナスも今、えー、仕立てていますので並行しながらやっているんですがこちらも脇芽を描き終えまして今日は支柱、えー、を立てて、えー、結束ですねはい、こちら支柱を今立てているとこですこれを今から、えー、結束してバジルを手 マリーゴールドを定食した後に、ナスの、これ、支柱ですね、をやっていきたいと思います。皆さん、ナスの木はどのぐらいまで大きくなりましたか私の方ではホルモン処理をして数日経ったんですが、このように、もう実が膨らんできましたねでもいい。今年はですね、ちょうどナスを皆さんが定食しているようなゴールデンウィーク当初から、 雨がが降っってていて気温が低かったですねでそのような時はホルモン処理してあげるのがもちろんいいんですけれども全体的に株成長が遅くなっていると思いますでそのような時に一番下というものは石ナス硬いナスとかですね変な形をしたボケナスまあボケはいないんですけども石ナスあたりがですね良くなると思うんですがそういったナスでもホルモン処理をさせてあげることによって え、いい実が、え、今後収穫できるためにも、やっぱホルモン剤などを使う必要がありますね。いいですね。脇芽を描くと一斉に大きくなりますね。もうちょっとで天井ビニールつきそうですね。平年でしたら、まあ、5月の26から28ぐらいにはトンネルはいつも撤去しますね。まあ、たまに遅い年、6月とか挟んだことがあるんですけれども、 今年はちょっとどうでしょうか。まあもう5月の連休が終わりましたので、まあ今年は6月入っちゃうかもしれませんね。まあ天井まであと20センチぐらいなので、あっという間ですね。ということで、このマリーゴードですね、今年は久しぶりにですね、やりたいと思います。以前もこう、株間に所々やっていたんですけれども、まあナスの木ですね、この1列。 例えば200本に対してところどころにしか置いていかなかったので、まあ、今年はこの中央にダダダダダとですねやってでまたもう少し細かく入れたりして、えー、これで様子を見たいと思います、はい、また、えー、何かわからないことなどありましたらまたもうこのマリーゴールド栽培をしていて混色、えー、とかですね観察などしている方がいましてその効果などが わかったよという方はですね、ぜひコメント持ちしておりますのでよろしくお願いします。またこの動画がいいと思われる方は高評価ボタンを、またチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。